リトアニアにおける禁酒運動は19世紀中旬以降のリトアニアで展開された禁酒運動のこと。テルシー地区バルネーにあるモテイウス・バランチュスの記念プレート1858年10月11日、ジェマイティア市教のモテイウス・バランチュスが禁酒運動を始めた。すべての教区で禁酒団体が設立された。2年間でアルコール消費量は5分の1まで減ったとされる。 帝政ロシア当局は、この禁酒運動を帝国に対する脅威とみなし、1863年に運動を広めることを禁止した。そのためウオツカの消費は再び増えた。20世紀初め、禁酒団体が再建された。アンタナス・バラナウスカスやビンザスクディルカ、ヨナス・バサナビチュス、マイロニス、バイジュガンタス、ビールーナス、プラナス・バイチャイティスなどが、禁酒運動を推進した。 1908年、カウナスの司祭らが、リトアニアカトリック禁止協会を設立し、全国レベルで活動を展開した。協会は1914年の時点で212の支部、及び約6000人の会員を有していた。2007年6月14日、国会決議第 X-1185 号により、2008年が禁止の年と宣言された。ありがとうございます。